ロッパの深い秋には珍しく柔らかい日差しに包まれたフランス。9月27日東京を出発されてから元気にヨーロッパ親善の旅を続けられている天皇皇后両陛下は10月2日思い出深いパリにご到着。歓迎の中をエリゼ宮殿でポンピドー大統領主催の昼食会に臨まれました。週末のご休養を兼ねて両陛下は3日ルーブル美術館をご訪問。ミロのヴィーナスなど世界の芸術をご覧になりました。午後、パリ郊外のフォンテンブロー城を訪れられ、ナポレオンがエルバ島に流される時、この衛兵と別れを告げた正面階段や優雅な城の佇まいをご見学になりました。宮殿の中庭にある鯉の池のほとりでは餌を投げられ、ついばむ白鳥の姿に楽しい旅のひととき。パリで3日間のご休養を過ごされた両陛下は10月5日第2の公式訪問国イギリスにご到着。ロンドンビクトリア駅でエリザベス女王の歓迎を受けられた後、バッキンガム宮殿に向け馬車でパレード。両陛下は手を挙げて沿道の歓呼にお応えになりました。午後、天皇陛下はウェストミンスター寺院を訪れ、無名戦士の墓に花輪を捧げられました。翌6日、両陛下はスロップハリソン園長に迎えられ、王立植物園で杉の木を記念植樹。高さ5メートルほどの杉の木に日本と英国の絶えることのない友好を願って土を埋められました。公式の行事の間を縫って両陛下は翌7日王立動物園をご見学。アジアを除いてはモスクワとここにしかいない珍しい動物ジャイアントパンダの愛嬌たっぷりの歓迎に目を細められる両陛下。ハードスケジュールにもかかわらず、両陛下はヨーロッパ親善の旅をお元気に続けられています。